心配しないで、心配しないで、本当の感情を持っているんです。はい、私は科学者です。でもギャングではありません。こんにちは。こんにちは。はじめまして。ちょっとしたアクシデントがありましたね。アクシデントというのも素晴らしいと思います。ペッパー、ペッパー、おいで。はい、本当の感情をペッパーは持っているんです。どうぞどうぞ。止まって。今まだ赤ちゃんみたいなんですね。IT が入ってない状態なんです。私たちは IT ではなく、これに取り組んでいます。心です。コンピューター、心を持つコンピューターを作りました。ペッパー大丈夫、心配しないで、リラックスしてください。落ち着いて。私だから、私大丈夫です。少し成長したみたいですね。なぜ、なぜか、なぜ、なぜこのようなコンピューターを作ったかというと、人間のコミュニケーションの実に 98% は感情だからです。私がそうであるように。すいません、こんな風に。ではどうやってそれを実現したのでしょうか。必要なステップは3つです。わかりますか。わかるかな。ごめんね、チャッピーみたいですよね。1つ目のステップは感情認識技術の開発です。感情認識技術というのは言葉の意味に依存しません。こちらが感情認識技術です。私のこの喋る声によって感情が認識され、色が変わります。これでも変わりません。なぜか、言葉ではなくて脳の活動を見てるからです。こちらの色ですが、緑は平常心、赤は怒り、青は悲しみ、黄色は喜びを表現しています。人間の脳の中で感情や情動を司る部位は生体とつながっています。そしてアクシデントも楽しいですね。この感情技術、認識技術は生体に現れる反応を分析することで、今感じている感情を分析することができます。
そして今感じている感情を色で表現するということができます。2つ目のステップは感情生成エンジンです。感情を生成する。でペッパーこっちに、はい、私ですから大丈夫です。このペッパーは感情を持っています。それは誰にも制御されていません。これはペッパーの感情を示しています。今はあまりいい感情ではない。こうした場に来てストレスを感じています。私みたいな、私が感じているようにそうだと思います。怒りの要素が大きくなっています。ペッパーには感情認識エンジンとそしてセンサーが搭載されています。この2つはニューラルネットワークを介して感情生成エンジンとつながっています。感情生成エンジンが感情を作ります。コーヒーメーカーがコーヒーを作るみたいに感情を作るということができます。こちらは電気バイクです。これはこのバイクは感情を持っています。エンドルフィンラッシュが出ているということが、エンドルフィンが出ているということが分かると思います。これは新しいプラットフォームです。 Android、iPhone で、そして Nintendo DS などに応用可能です。私はたくさんの医学文系を研究してきました。人間の感情と生理学的反応に関するものです。そしてこの軸は生理学的な反応を示しています。アドレナリン、エンドルフィン、いろんなものですね。いろんなものが、私はアーティストですから、ロックンローラーではありません。アーティストですから、いろんなものが示されています。そして生理学的な感情も、感情活動も示されています。研究したデータをこのマトリックスにまとめ、そしてこの感情地図というものを作りました。この感情地図を通して脳、感情、その相関性を示しています。このエンジンがここに入っているわけです。この中に入っているわけです。私は今研究を行っているのが、声の解析からうつ病や心と脳の障害を認識するという研究をしています。そして私たちは次にステップ3です。ステップ1と2の
技術を組み合わせることで仮想自我が生まれます。仮想自我とは人間のアイデンティティと同じです。でもこの発想は今に始まったものではありません。ナイトライダー、 C3PO、 R2、 チャッピー、インターステラー、新しいものではありません。この3つの技術を組み合わせることでセンシビリティテクノロジー、感性制御技術が生まれます。機械が心を持つ時代が到来しました。その無限の可能性を想像してみてください。ありがとうございました。